ポエトリー・ギャザリング・エーティー・ザー・オーキッド・パビリオン、憲本着色インディアナポリス美術館像、中林武慶慶応3年4月22日は、江戸時代末期の難画家、中林武道の長男、京都出身、通称お金吾、名は、西行、字は、小父地区系は郷で、別号に伏せ川小児。文化13年、中林武道の長男として生まれ、 幼年から父に絵を学ぶ。竹景が生まれた時、竹道は数え41歳で、遅い男児誕生に竹道は喜び、しばしば自作に竹景の名を記し、不死の合作も残る。日本の南画の元となった文人が、南衆画とは、実情はともかく理念的には、中国の文人生活を理想とするもので、世衆とは、本来なじまない。道自身も若い頃から画論を出版し、 晩年には世俗を離れ陰性生活を送るなど、日本において最も文人らしい態度をとった画家である。しかし、その築道すら世襲を望み、自家を流派として存続させたい願ったことが端的に現れている。20代の竹系は、繊細な会所で竹谷と署名し、築道の山水画様式を忠実に習っており、60代に入り古た 高潔な山水画様式を完成させていた父の画風をそのまま継承しようとした様子が伺える。反面、対策がほとんどない武道と違い、地区系には若年から晩年に至るまで、しばしば病風への対策を描いており、父との資質の違いを見ることができる。30歳の時、長崎に旅行。同じ頃、父の親友、山本梅市に指示したと推測される。 楽観は、会所で、竹刑までに行所で、畜刑と記し、課長画や人物画にも、作域を広げ、父や梅はやらのモチーフを手本にしつつも、それらを単に写すのではなくて、企画に構成し直して、独自性を打ち出そうとしている。火影六年に、父畜道が亡くなると、楽観に三十代のものに加えて、会所で、畜刑と記す変化が起こる。絵も、南外外の演算。 史上派、南品派、土佐派に学び、実物社生も積極的に行ったとみられる。一方で早年期には、江戸末期の復古市長からか、加藤清正や楠木正茂などの武将を郵送金源に描いた作品が多く残っている。40代後半あたりからの楽観は、悲壮が強く癖が強い、竹系となり、特に、現時元年以降は、地区系融雪と記す作品があり、 裁判年には、優説と合していたと考えられる。この頃は、文人画風の山水画や中国人物画が、再び多く描かれる一方、引き続き、山和絵人物や、季節の草花、動物なども描かれた。地区晩年の山水画は、明治、大正期に、煎茶席の掛け軸としてよく好まれ、またそれ以上に、身近な草花や動物、風景などを描く形物画は、 手頃な床掛けとして広く愛好された。明治も間近に迫った慶応3年4月死去、去年52、築慶はしばしば気候でも知られる。これは、明治に活躍した名古屋出身の何らか、金松足門が表した、築堂と梅市館による。その築慶殿の元になったのは、築慶のイボ妹と中林清志区の階層と推測される。 清しくは年の離れた竹系に複雑な感情を抱いていたらしく、築道と梅市には築道の遺産を竹系が分けてくれなかったという愚痴が長々と乗り、清しくが占した竹系の母妃には人となりごう霊見解、世と合わず人とにその絵の巧みなるを見、その志の名を高となるを知らずと個人を称えるべき母妃に巧みなだけで志が表現されていないと断言する。 こうした、清志宿の竹形像が、清志宿 B 期の足門によって増幅され、これが、諸書に引用されて広まっていった。こうした表は、いくらかは、畜系自身が招いたものかもしれないが、畜系の作品を見ると、生き物の夫婦や親子を書き込む作品がかなりあり、持参や巧妙な文化人による起算もほとんどなく、俳画風の略画や、他の画家との合作も見られないと、 心を優しく生真面目なガジンを想像とさせる。ありがとうございます。